12月8日マレー半島北部ポタバルに敵前上陸して以来、ここに英国の東亜侵略の本拠シンガポールを目指して一斉に困難なマレー大作戦が開始されました。航軍は東西両岸に分かれて密林地帯を踏破し、橋梁をかけ道なき道を進み、遠熱と悪液と戦い、一路シンガポールに向かって突進しました。